皆さん、本日はバースデーライブ、当時配信バースデーライブお越しいただきまして誠にありがとうございました。今日ですね、ビール目玉ですね、チャーケンフィナーとかですね、じっくりと、ね、楽しんでいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3曲目いきましょうか。3曲目ですね、まず定番です、リッシングですね。
後ね、次からパープルの曲をちょっと2曲またですね、やらせていただきます。最初はですね、ミスリジェットですね。まあ、僕もちょっとギターリスナーズギターします。よろしくお願いします。Thank you.
幸せだな、大学生そうだね。でそれはね、もっと我慢するとですね、ちょっと日本語の曲もちょっとやろうということでですね、ここからですね、後半はちょっと、ね、日本語の曲が続きますんでですね、もう楽しんでいてください、お願いをします。ということで、最初はどっち、最初ちょっと、この、僕はね、サンボマスターと山口隆君という、今そっくりと言われておりますね。最後に、知った理由もそこなんですよ。友達がね、配色サンボ、サンボマスターに似てるって言って、サンボマスター何言ってた、ジャケット見たら、あ、すげえ似てると思って。そう、これ、サンボマスターの使ってるマイクなんですね。EV の ND96 ってやつ。で、まあ、聞いてみたら、うまくうまくなってね、ということで、まあ、まあ、運命的な出会いというか、ね、そんな感じのものを感じされてます。T シャツは今日、アイアンメイクです。まあ、ロックな感じで行かせていただきます。で、その一つは、世界サバイバルの皆さん、お願いします。
ありがとうございます。着きました。
昭和の名曲。なんか主役なんですからね。好きになさったらいいじゃないですか。主役がボーカルだから。